サンケイスポーツ杯見事優勝いたしました小月博選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。さあ今のお気持ちいかがでしょう。はい、ホッとしています。はい、さあ優勝戦なんですけれども、ちょっと本番とスタテンで、はい、スタテンと本番で変わりました。このあたりは気づきました。はい、気づきました。そのおかげでちょっと、スタート練習よりも浅くなったので、展示より浅くなったので、はい、僕的には良かったです。スタテンではちょっと深いなって嫌だなとは思ってたんですね。はい、はい、さあ本番スタートなんですけれども、コンマ06のトップスタートでした。はい、いいのがいけたなと思います。はい、外は見えませんでしたか。いえ、田藤さん伸びてきてました。はい、はいはい、どんな思いで一幕回ったんでしょう。あ、持つ体型だなと思って、はい、先回りに行きました。はい、じゃあもうバック抜けたところではもうちょっと一安心でしょうかね。いえ、2幕きっちり回ろうと思いました。はい、うん、はい、さあ今シリーズですけれどもね、向かい風だったり強い追い風もありました。はい、振り返っていかがでしたか。はい、そうですね、なんかエンジンも思ったより動いてたので良かったです。はい、まあね、使い納めのモーターということで 29% の二連対立、はい、初めはちょっと、はい、あれって思いました。大丈夫かなっていう感じでしたか。走ってみようと思った感じですね。はい、はい、走ってみたらそうですね、回転が上がったので、はい、止める作業を結構することが多くて、合わせやすかったです。そうなんですね。はい、はい、そしてここ浜名湖は連続優勝となりました。はい、はい、相性が最近いいですね。はい、最近なんですね。結構選手やってるので、はい、ずっと好相性だったかどうかは分からないですね。はい、はい、はい、まあ、いいリズムでねここまで来ましたけれども、うん、どうですか最近のご自身のリズムというのは。まずいいかなと思ってます。はい、はい、今季の勝率7点アップいってますね。はい、はい、この好調の理由何でしょう。好調の理由、はい、やる気じゃないでしょうか。はい、じゃあ今季、はい、いつも以上にやる気がみなぎってるというわけですね。はい、はいはい、さあこの後は G1 も控えてますね。はい、はい、どういった走り見せたいですか。そうですね、いそいそ集中して、はい、1個でも上の着を目指して走りたいと思います。はい、では最後に応援してくれたファンの皆様にメッセージお願いします。はい、優勝することができました。これからも頑張りますので応援お願いします。優勝いたしました小月博選手でした。おめでとうございました。